週刊誌から見た日本の交代不倫にも格差がある広末涼子のダブル不倫はテレビのワイドショーやスポーツ紙がお祭り騒ぎで報じているだが岸田首相側近である木原政治官房副長官の不倫は同じ週刊文春が関東で報じているのに新聞テレビは沈黙したままである木原の愛人は 今の本妻がホステスをしていた頃同時に付き合っていたホステスでほぼ同時期に2人を妊娠させたそうだ木原が妻にした理由は彼女の方が半年ほど出産が早かったからだったと愛人が語っている早く産んだ方を本妻に片方を愛人にしたというのだから木原という人間太っ腹なのかよほど自己中なのか 愛人の子供は認知していないが、文春によれば木原はその子を可愛がり、七五三や誕生日を盛大に祝い。生活費や学費の面倒を見ていて、参観日には父親のような顔をして参加しているというのだから、この男の辞書にモラルという言葉はない。実は、木原の愛人、隠し子問題は、「週刊新潮2021年12月23日号」がすでに報じていた。 今回、文春が木原の二股生活を再び追い始めたのは、今でも彼女の高級マンションに泊まったり、官邸近くまで彼女の車で送ってもらうことを繰り返していることを目撃したからではない愛人が知人に子どもの認知のことや、木原の優柔不断な態度をはっきり語った音声を入手していたからだった。 きっかけは2年前、彼女に病気が発覚したことだったという。木原は、そんな辛い状態の彼女の見舞いにも来なかったが、その頃慎重報道があった。A 子さん、愛人のことイコール筆者中、は、せめて自分たち親子の存在を認め、B 子ちゃん、愛人の子供イコール筆者中、を認知してほしい、と考えていたのです、ママ友。 木原の代理人の弁護士は文春に対して愛人の自宅や子どもの誕生祝いに行くときは都度妻の了承を得てのことであって何ら不適切なことはありませんと答えている妻の了解を得て不倫している本妻の顔が見たいものである広末涼子のダブル不倫をはるかに超えるまさに異次元不倫である 愛人は B 子を産んだ後に異常出血があり入院して手術を余儀なくされたという彼女の知人が言うにはこの時木原氏に手術の同意書にサインしてもらったただ木原氏は直前まで安倍・新蔵内閣の外務政務官を務めるなど若手議員としてステップアップしていた時期 そのため、A 子さんの具合はそっちのけで、自身の素性が病院側にバレることばかり気にしていたそうです。ただの小心者なのだ。もし愛人と子供を捨て去り、彼女が週刊誌に告白したら、世間から指南されて議員辞職に追い込まれる。それを恐れているだけで愛情からではない。愛人もこう言っている。認知しないのはイコール筆者中、まあ。 自分のの出世のためななんじゃないですか、中略、私もさっき言ったんですよ。往生際悪いね、もうさ、認めればいいじゃんって言った。そこまでは嘘を突き通したけど、今後も報道が出るんだったらさ、認めて、議員を辞めたらって。木原は文春に対して、B 子ちゃんとの血縁関係はないと断言した。どちらかが嘘をついている。最近 嘘は木原誠治の始まりというザレ歌が永田町ではやっているそうなこの程度のゲス政治家を恐れてこの件に触れない大新聞やテレビはゴミ、以下だ